歌って踊れる若手演歌歌手として人気の竹島ひろしさん。踊るをテーマに振り付き歌唱シリーズで新境地を開いています。またその甘いルックスとトークも魅力となっていて、熱烈なファンも多いようです。今回はそんな今注目の演歌歌手、竹島ひろしさんのご家族やルーツについてご紹介していきます。竹島ひろしプロフィール。竹島ひろしさんは福井県立古志高等学校、明治大学経営学部を卒業されています。小学校5年生の時に祖父母と行った坂本冬美さんのコンサートを見て歌手になることを決意。カラオケ審査会の審査員をしていた作詞家の国京介さんにスカウトされ、現在所属している事務所の電話受けのアルバイトからスタートしました。それからおよそ1年後、国京介さんより歌のレッスンを受け、2002年7月24日に、いいもんだ、いいもんだ、で歌手デビュー。2008年12月3日の NHK 歌謡コンサートの企画で、北川大輔さん、山内圭介さんと共に、イケメン演歌歌手トリオ、イケメン3を結成。2009年7月10日には男性演歌歌手によって結成されたユニット五輪の花のメンバーとなり活動しています。またデビュー前から出演していたテレビ番組歌謡サロン演歌がええじゃんは2016年5月8日より竹島ひろしの歌マックスに解体リニューアルされ、自身の冠番組となっています。竹島ひろしの両親について。2022年現在に44歳の竹島さん、福井県福井市の出身で、竹島ひろしは本名です。小学校5年生の時に坂本冬美さんのコンサートを見て感動し、歌手になろうと決意したのですが、その決意を両親に告げると、演歌にあまり興味がなかったという両親は驚いていたそうです。そして独学で歌の練習をする毎日を送るようになりました。竹島ひろしさんが両親について言及することは非常に少ないですが、数少ないブログの中の両親についての記事で、その愛情は十分に伝わってきます。僕が二十歳の時は明大に通う学生でした。そしてこれからデビューに向けての準備が始まるという日、社長へのご挨拶のため上京してきた両親はこう言いました。ひろし、この先何があっても一生かけて社長さんや事務所の皆さんにご恩返ししなさい。皆さんのこと裏切るようなことしたら許さんぞ。社長、息子のことくれぐれもよろしくお願いいたします、と一生忘れられない言葉でした。月日の経つのは本当に早いものですね。いくつになっても未だに親不孝な僕ですが、もう一度あの頃の気持ちを思い出して突っ走ってみたいです。両親への感謝と、まだ目標とする場所には立てていないという歯がゆい思いが伝わる記事ですよね。また別のブログ記事では自分のことを不詳の息子と表現しており、まだ晴れやかな気持ちでは両親に顔向けできないという考えが見えます。竹島ひろしの兄弟や祖父母は。子供の頃の竹島さんは宿題をちゃんと終わらせることが苦手で、よく叱られていたそうです。しかし卒業した高校は福井県有数の進学校で、大学は明治大学とかなり優秀。歌手を目指す前は外科医を夢見ていたというから、宿題が苦手だったとは少し意外ですね。きっと歌手を志してからは独学で歌を学び、自宅で窓を開けて練習していたと言いますから、歌の練習に熱が入りすぎてつい宿題が後回しになっていたのかもしれません。そんな竹島さんのご兄弟ですが、
弟さんが一人いて、職業は警察官とのことです。そして小さい頃からおじいちゃんおばあちゃん子だったそうで、ブログの記事によく登場しています。18歳で上京してからずっと手放さずに使ってきたものが2つあるそうで、1つは祖父がプレゼントしてくれた目覚まし時計、そしてもう1つは祖母が揃えてくれた布団でした。目覚まし時計は小学校に上がって最初の誕生日に贈られた宝物。そんな大好きだった祖父は2009年、大阪で開催したクリスマスディナーショーの前日に他界してしまいました。竹島さんにとって目覚まし時計は祖父からの形見。ずっと共に生活してきた竹島博さんでしたが、その時計も翌年に役目を終えることになりました。まるで大きな古時計を思わせるエピソードですね。竹島博の深い郷土愛。竹島さんはとてもこまめにブログを投稿しており、その文章はいつも丁寧で柔らかな言葉遣いで綴られています。なんだかエッセイストや文学少年といった印象です。故郷福井を訪れた際には、よく空や自然の風景画像をアップされています。そして他の公園先でも雪景色や美しい朝焼けを見て、故郷で過ごした少年時代を思い出すようです。滞在中は北陸特有の曇り空や雨が続きましたが、再び福井駅を出発するときには快晴に恵まれました。白鷺8号に乗って新しい旅へ。これからもゴールのない歌の道を走り続けます。ふるさとってやっぱりいいのう。福井弁です。東京暮らしの方が長くなった現在、東京の桜を見て思い浮かぶのは故郷福井のことなのだとか。福井を離れて生活しているからこそ、年々地元愛が強くなっているのかもしれませんね。ちなみに母校である越高校 OB には、福井テレビの関係者もいるそうで、再会するたびに交流も深めているようです。また、福井名物の食材に舌包みを打つとともに、故郷の人々の応援や温かさから力をもらっていることが伺えます。いかがだったでしょうか。デビュー以来、ずっとファンファーストの姿勢を貫く竹島博さん。そんな彼を応援したくなる方はきっと多いでしょう。紅白出場もそう遠くないかもしれません。これからの活躍にも期待ですね。